入れました。今から音が、いやもう秘密のこと話せないです。いやー今からなんか会社の悪口言うか。そういうことじゃないです。違う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 、もうちょっとなんかこうドキドキな恋の感じをイメージしてたんで、お誘いいただいたのは嬉しいですけども、前回のコラボから10ヶ月経ってますからね、はい、いやもう久々ですね。10ヶ月ですよ。乙女を待たせるのやめてもらっていいですか。このマリオワンダーもめちゃくちゃ気になったから誰だろうかなと思って、で真っ先にそういえば久しくアンジュでやってねえなと思って声かけてみようと思ったら、いやそれね恋なんすよ。真っ先に私の顔が浮かんだそれ恋なんすよ。なんでやられてる。危ねえところだった。あ、プレプレ。わお。ああ。もうベルさん仕方がないですね。全くしゃあなしですよ。全く。助けて。あ、助けて。全くベル。また死んじゃったんですか。仕方がないですね。あ、やめ急げ。うお。くそ。くそ。めちゃくちゃ悔しがってて、くそ。これ助けずにゴールすることも可能だった。可能だよ。その優しさを無理にして、まったくひどい話ですよ。あ、よしよし。じゃあこれでこの杖とこ行って、はい、いい感じに2人は幸せなキスをして終わりましょう。嫌 だけど。いつもの終わり方しましょう。10ヶ月前にやったっけ？おお、10ヶ月前のアーカイブ切り取るぞこの野郎。いやー10ヶ月ぶりのデート楽しかったですね。次はどこに行きましょうかね。もう10ヶ月か。次はどこに行きましょうね。旅行するならどこに行きたい？え？あ、しまった。え？違う。ベルさん？最近トラベルボイスっていうのが出るじゃないですか。ああ。びっくり。普通にもベルさんってなった。普通に見ちゃった。ベルさんってなった。もう完全に今一緒に旅行に行く準備をする顔してた。ベルさん今のは本当に不活でした。北海道か、北海道ベルワンしっぽり旅行か。わかんないですよ、ワンちゃん運営からのお願いで行くかもしれないですよ。北海道、北海道作唯がなんかどっか行ったから、ベルワンも泣きにしもあらずですよ。